ごめんみんな今日もおバイト入っちゃったんだ大丈夫です僕もちょっとやりたいことがありますですあ,あそっかリカちゃんは綿流しの練習だったねそうですわよ今度の日曜日ですものリカは猛特訓中なのですわ何か大会前なのかあ綿あ流しはね毎年6月の日曜日に神社でやるお祭りなのリカは綿流しの巫女ですから奉納の演舞をするんですわ しかし綿流しってのは変わった名称だなお布団や斑点なんかの綿を川に流すんだよだからお布団の供養になるのかななるほど時間があまりありませんわ早く行きましょうリカ今日も練習頑張りますですそれじゃあ今日はこれで解散だね私も急がないといけないからじゃみーちゃんの親戚はあちこちでお店やってるから大変だね